こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、マラカス編ということで、今回からシリーズでマラカスの演奏方法について解説していきます。えー、初回の今回は、このマラカスという楽器の特徴と持ち方について解説していきます。はい、ではまずマラカスという楽器を見ていきましょう。すごい基本的なところからいくと、えー、マラカスの巣っていうのは複数形の S です。えー、一つだとマラカと言います。 で、二つでマラカス。二つ一組の楽器になります。はい。では楽器の特徴を見ていきましょう。まず、えー、一番大きなボール部分ですね。上のボール部分、中が空洞になっていまして、この中に、つぶつぶ、砂だったり、ビーズが入っておりまして、これを、振ったり、このボールの壁面に、 強く当てることによって発音します。はい。で、この楽器の最大の特徴がですね、まあご覧の通り、取っ手がついているってことですね。えー、この取っ手があることによって、他の振り物楽器ではできないような、えー、細かいプレイだったり、こう、ちゃっちゃというですね、短くてキレのある発音ができたり、 えー、こういう特殊奏法なんかも演奏できたりします。はい。楽器の選び方についてです。えー、基本的にはですね、もうパッと見てかっこいいものだったり、軽く振ってみて、えー、振りやすいものを選んでいただければいいんですけれども、考え方としては、この粒ぶが入っている、えー、ボールの部分ですね。これが大きければ大きいほど粒ぶをコントロールするのが難しくなります。で、まあ逆に小さければ小さいほどコントロールがしやすいと。 この、まあ、丸じゃなくてですね、こうシュッとした形のマラカスもあると思うんですけれども、そちらの方がコントロールはしやすいです。えー、ちなみに今回僕が使っていますのは LP のマッチョマラカスというやつです。はい、では早速やっていきたいと思うんですけれども、まず最初にお伝えしたいことがありまして、何かというとマラカス、簡単そうに見えて難しいです。えー、はっきり言って難しいです。さっきも言ったように、 この取っ手の部分があることによって、シェイカーよりもより複雑な演奏をすることができるし、しかもそれがですね、二つあるんで、まあ両手の分、その分難易度が上がります。ラテンパー,カーションのことわざで、マラカス3年、ギロ8年という、えー、まあ言葉があるぐらいで、まあそれぐらい演奏できるようになるのに時間がかかるっていうことですよね。ただまあ今の時代ですね、こうして、えー、YouTube でレッスン動画を見ることもできるし、 他のプロのマラカスプレイヤーの演奏を見ることもできるので、なんとかですね、その3年をぎゅーっと縮めて、3週間ぐらいで、えー、マスターできるようにしていきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。はい。では、いよいよマラカスを持ってみましょう。マラカス、2つで1セットになっています。だいたいですね、片方がこの中の砂粒が、えー、少なくて、片方が多くなっていると思います。えー、これは別に不良品というわけではなくて、わざとこうしています。 中のつぶつぶが少ない方が、えー、音程、ピッチが高くて、多い方が、ピッチが低めになっています。まあ、これによって、えー、チャッ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 と、えー、音程差がはっきりと出ます。はい、それで右利きの人、えー。右利きの人は右手でリズムをリードしたり、より細かいプレイをすることが多いので、 高い方ですね。この粒々が少なくて高い方を右手で持つとやりやすいです。逆に左利きの人、左手の方が右手よりコントロールがしやすいということであれば、左手で高い方を持って、右手で低い方を持ってください。まあどっちの手もですね、コントロール能力が同じぐらいだよということであれば、まあ好きな方で持っていただいて大丈夫です。軽くて、ピッチが高い方がリズムをリードする方です。 え僕、右利きなので、常に右で高い方、左で低い方、持っています。えー、解説の際はですね、これを逆で持っている人は、すべて、あの、右、左、逆で捉えてえいただくようにお願いします。はい、では、えー、いろいろ持ち方なんですけれども、この取っ手の部分、そのまま、まあ、スティックのように、持っていただいても、全然いいんですけども、まあ、おすすめのやり方としては、この取っ手の、なるべく、え付け根の部分を、 中指、薬指、小指の3本で持って、親指、人差し指はですね、自由に動かせる状態で、この上のボールの部分に触れられるようなポジションにすると、えー、演奏しやすいです、えー。というのもですね、マラカス結構音でかいんですよ。やかましいんですよね。で、まあこの取っ手の部分を持って、まあ両方持って、 ってやると結構やかましいし、まあリズムがあの広がりすぎてぼやけてしまうので、えー、根元の部分持って指で軽くこのボールの部分を、えー、押さえてあげて、まあちょっとミュートしてあげるんですね。ミュートしてあげてよりタイトな音を作ってあげます。えー、で、基本の鳴らし方としてまず、えー、このまま、 丸カス振り落として、ちゃっちゃと、このボールのですね、下の部分、底の部分に、なんて言うんでしょう、キュッキュッと、えー、収納してあげる。えー、これが基本の鳴らし方になりますので、この取っ手の部分を持ってると、これが、非常にやりづらいんですね。 なので、まあ、なるべくこの根元の部分を持ってあげて、ちゃ、ちゃ、ちゃと、えー、短くてタイトな音を出します。はい、えー、左手でも全く同じように持って、このように振ります。えー、基本奏法についてはまた次回以降の動画で解説していきますけれども、ちょっとだけ予習しましょうか。えー、さっきも言ったように、この、ボールの下の部分ですね。 えー、くびれてるところに、えー、つぶつぶをシュッシュッと、えー、収納してあげて、短い、タイトな音を発音します。えー、イメージとしてはですね、ラーメンとか、そば、パスタの麺の湯切りですね。こう湯切りする感覚。湯切りするときって多分こう、ゆっくりはやらないじゃないですか。ゆっくりだと、あの、湯切れないと思うんで、あの、鋭く、パッ、パッ、パッ。 パッパッと、まあ、一瞬こうスナップを聞かせるような感覚で、えー、マラカスも同様にやるとおおこうチャッチャッチャッとキレのある、えーまあ、音が出るわけですね、まあ、この湯切り感覚を右左右左と、えー、次回の動画までに練習しておいてくださいはいというわけで今回はマラカスの楽器の特徴持ち方について解説しました えー、次回はいよいよですね、基本の振り方、発音の仕方について解説していきますので、お楽しみに、えー。こんな感じでパカションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければ、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。また